駅前アイス口日本橋口東京駅は東京都千代田区丸の内一丁目にある東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、東京地下鉄の駅である。JR 東日本の在来線と新幹線各路線、JR 東海の東海道新幹線、地下鉄丸の内線が発着するターミナル駅である。プラットホーム円形東海道新幹線と 東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線の起点となっており、全国の新幹線網における最大の拠点となっている。また、東海道本線や東北本線など主要幹線の起点駅でもある。東駅から乗り換えなしで33都道府県と結んでおり、1日あたりの列車発着本数は約3000本という日本を代表するターミナル駅の一つである。 プラットフォームの数は、日本一多く、在来線が、地上5面10線と地下4面8線の合計9面18線、新幹線が、地上5面10線、地下鉄は、地下1面2線を有しており、面積は、約46,800平方メートル。赤レンガ造りの丸の内口駅舎は、立野金吾らが設計し、1914年に竣工。2003年に、 丸の内駅舎は国の重要文化財に指定されており、重要文化財指定の駅建築物は東駅と文字港駅のみである。関東の駅1 0 0 0人駅でもある。JR 東京駅の事務官コードは46101または44101である。JR 東日本、北海道旅客鉄道では全車を使うが、 他の旅客鉄道会社では校舎を使うことの方が多い。東京駅とその周辺駅の位置関係、東駅周辺の JR 在来線の線路名称と、運転系統あたり駅には、JR の新幹線と、在来線各線、東京メトロの丸の内線が乗り入れている。JR 東日本の駅には、TYO のスリーレターコードが、丸の内線の駅には、 M17 の駅番号が与えられている。また、当駅を発着する JR 線と東京メトロ大手町駅間との連絡運輸は東西線のみ行われている。JR の駅に乗り入れている路線は、正式な線路名称上は、新幹線が東海道新幹線と東北新幹線の2路線、在来線が東海道本線、東北本線、総武本線、 京王線の4路線であり、東海道本線を東駅の在来線における所属線としている。管轄会社は、東海道新幹線が JR 東海、東北新幹線が JR 東日本となっている。これら各路線はすべて当たり駅を起点としており、東駅構内にはこれら各線の0キロポストが設置されている。ただし旅客案内では口述の運転系統名称が、 使用される。案内状の東北線は超中距離列車を意味し、それらはかつて上野駅発着であったため、当駅では用いられていなかった。現在は上野東京ラインが開業し、特に東海道新幹線における車内放送の乗り換え案内を中心に使われるようになった。中央本線についても当駅が起点だが、JR への移行時に、 運輸省に提出された事業基本計画及び鉄道応用欄では当駅神田駅間は東北本線とされた。これは先行不設路線との営業距離の重複形状を行わないためのものであり、線路は独立している。また、マルスのシステム上の経路表示においても当駅神田駅間は中央本線に含まれている。なお、 同線の代々木駅新宿駅間も同様の扱いである。運転系統では JR 東日本の新幹線ホームには以下の路線の列車が乗り入れている。また在来線に関しても多岐にわたる運転系統が発着する。これらの在来線各線のうち宇都宮線、高崎線と常磐線、京葉線と武蔵野線が同一の線路を共有している。それ以外は 各系統ごとに専用の線路が割り当てられている。なお、東北本線に乗り入れる列車は、中央線快速電車を除き、日中の全列車が東海道本線と直通している。JR では東駅を中央駅と位置づけており、前身である日本国有鉄道の時代から列車の進行方向を示す上り下りの起点となっていた。現在、 中央本線は東駅神田間は、戸籍上東北本線となっているが、起点であった、東駅へ向かう列車が引き続き上りとされている。なお、中央駅である、東駅は、東京都区内及び東京山手線内閣駅を発着する、JR 線長距離乗車券の運賃を算出するためのキロ数基準駅ともなっている。 春工当時の東京駅関東大震災直後、尋ね人のビラが貼られた東京駅警備巡査発出所、丸の内側正面前で敬礼する、ヒトラー有限との退院1889年に、神戸駅まで全通した、関節鉄道の新橋駅と、私鉄、日本鉄道の上野駅を結ぶ、高架鉄道の建設が、東京宿改正計画によって立案され、 1896年の第9回帝国議会でこの新選の途中に中央停車場を建設することが可決された。施向は大林組が担当。日露戦争終結後の1908年から建設工事が本格化し、1914年12月20日に開業した。中央停車場は皇居の正面に設定され、東京駅と命名された。 ドイツから招兵されて、日本の鉄道建設を指導していた技術者、フランツ・バルツァーにより、駅の位置や規模、構内の配置が決められた。駅舎は繁華街のある東側ではなく、陸軍の連兵上跡地だった西側と決まった。皇居の正面と対峙することになり、国家の象徴的な位置づけであった。 プラットフォームは、レンガ席の高架式四面八線で、新橋駅まで、複々線の高架橋が計画された。東側には、貨物ヤードが置かれることになった。バルツァーは、日本風の駅舎を提案していたが、日本側に反対意見が多くバルツァーの構想は、実現しなかった。駅舎は、タツノキンと、笠西万事が設計し、埼玉県深谷市から、 鉄道輸送されたレンガと鉄筋作り、3階建て、相立鉄母9545平方メートル、長さ330メートルの豪層華麗な、洋式建築である。南北にそれぞれドーム状の屋根があり、当時は、丸の内南口が、乗車口、丸の内北口が、降車口と分けて使用されていた。中央の玄関は、皇室専用とされ、規模は小さいものの、 細かい装飾が各所に施されていた。中央玄関と東西の一般出入り口との間に各一つ別の出入り口があるが、これは荷物の搬入搬出口として設けられた。開業年の1914年は第一次世界大戦の開戦の年でもあり、太桃の戦いを指揮した陸軍司令官、上尾三尾中将が外戦し、 皇居に散大するイベントに合わせて開業式を行った。アムステルダム中央駅が当駅舎を設計する際のモデルになったという説があるが、1988年以降に藤森テルノブラをはじめとする西洋、建築研究者により設計者の系譜や建築様式の両面から否定的な意見も出ている。立つのは英国留学の経験があり、 首都ロンドンのターミナル駅を参考にした可能性もある。1919年3月1日に、中央本線が、1925年11月1日に、東北本線の電車線が、1928年には、同じく、東北本線の列車線が乗り入れ、翌1929年12月16日には、東側に八重橋口が開設するなど、徐々に、 ターミナル駅としての定裁を整えていった。1923年には関東大震災で被災したものの大きな被害はなく、1935年と1940年の満州国皇帝の不義の来日においては、昭和天皇が出迎えに来たほか、チャーリー・チャップリンの東京来訪や、1938年のヒトラー・有ーとの来日などにおいては、 東京の玄関口として機能した。空襲で消失した、駅舎駅周辺の白黒空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成戦災復旧後、復元工事以前の丸の内口駅舎の、近畿太平洋戦争末期の1945年5月25日、アメリカ軍による東京大空襲では、 丸の内駅舎の校舎口に、焼夷弾が着弾、大火災を引き起こした。これにより、レンガ作りの壁やコンクリート製の床など構造体は、残ったが、鉄骨作りの屋根は焼け落ち、内装も大半が失われた。同年8月の終戦直後から、修復計画を立案し、年末から1947年にかけて、修復工事を行った。 三つのドーム部分の外壁は修復したが、安全性に配慮して、その他の消失の著しかった三階部分内外壁は、取り除いて二階建てに変更。中央ドームは、木造小屋組で、元の形に復元し、南北両ドームは、丸型から台形に変更。軒蛇腹、パラペットや壁面、柱型、窓枠などは二階建てになっても、忠実に復元した。 南北ドーム内のホール天井は、ローマのパンテオンを模したデザインに変更といった内容だった。仮の修復だったが、当時の鉄道省や大場仕組みの努力で、日本の中央駅として、恥ずかしくないデザインで修復をした逸話が伝えられている。一方、八重洲口には、1948年11月16日に、モダンデザイン建築の八重洲駅舎が竣工したが、 翌1949年4月29日に出火で消失。1954年10月14日に鉄道会館ビルが建てられ、大丸が開業した。外堀が埋め立てられて、五福橋、八重洲橋、谷屋橋が解体撤去された。なお、この鉄道会館ビル建設と前後して、 丸の内駅舎もさらちにして、後地に24階建ての高層ビルを建設する高層が存在した。ビルのテナントとして、外国の領事館や大手商社が入居し、さらに丸の内と八重洲の東西を貫通する高速道路を整備するという壮大なプロジェクトであったが、プロジェクトの中心人物であった国鉄総裁の統合新事が1963年に、 退任したこともあり、この構想は、幻となった。1964年10月1日に、東海道新幹線が開業し、1972年7月15日には、総武地下ホーム、1990年3月10日には、京王地下ホームがそれぞれ営業を開始。1991年6月20日には、東北新幹線が乗り入れた。 2000年、丸の内駅舎を創建当初の姿に復元する方針がまとめられた。500億円とされた復元工事の費用は、東京駅の容石率を丸の内地区の高層ビルへ移転することで賄うことになった。復元工事自体は2007年5月30日に寄稿され、2012年10月1日に完成した。2015年、 上野東京ラインが開業。東北新幹線の東京駅乗り入れに伴い1983年、以来分断されていた東京駅上野駅間の東北本線の線路が再接続され、東海道本線との直通運転が実現した。かつて、現在の JR 東日本と JR 東海の駅は、同じ日本国有鉄道の駅であったが、1987年の 国鉄分割民営化を機に、東海道新幹線は、JR 東海、それ以外は、JR 東日本の管轄へと分離された。ここでは、会社別に解説する。JR 東日本の駅は、各路線の線路とホームはほぼ南北方向に伸びているが、成田新幹線計画の名残である地下の、京葉線ホームの見た線と遠く離れほぼ、東西方向に伸びている。 出入口は、東西南北に設けられており、西側を丸の内口、東側を八重洲口、北東側を日本橋口、南側を京王地下出口と称している。東西の駅舎を連絡する、改札内通路は北、中央、南の3本があり、それぞれの通路に対応して、丸の内側、八重洲側それぞれの地上に3カ所の改札口がある。丸の内中央口は、 元は、皇室専用だったため北口、南口に比べ小さい。丸の内側の地下3カ所と八重洲中央口の地下にも、改札口があり、丸の内側は、東京メトロ丸の内線や、丸ビル、新丸ビル方面へ、八重洲側は、八重洲地下街方面へ通じる。また、丸の内側と、八重洲側を改札外でつなぐ北側自由通路がある。なお、南口にも、 東西の駅舎をつなぐ通路があるが、こちらは通行する人が限られている。このほか新幹線の日本橋口改札などがある。日本橋口は唯一改札の外から新幹線のリ場バに直接入ることができる。在来線の構内は非常に広い。1階は改札内商業施設が充実している。長年、地下1階は、 コインロッカーが多く商業施設が少なかったが、2007年10月25日に、JR 東日本の商業施設、グランスタがオープンした。駅コンコースには、JR 東日本の管轄エリアも多く、それらの店舗や、レストランなどでは、電子マネーとして、スイカ及びこれと、相互利用可能な交通系、IC カードが利用できる。対して、新幹線の構内は、 あまり広くなく、商業施設は、ホーム上にほぼ限られている。グランスタ開業に合わせて、八重洲地下中央口の改札内にある、待ち合わせ場所として、有名な、銀の鈴のリニューアルが行われ、1階と地下1階を結ぶエスカレーターが新設された。駅長、助役配置の直営駅で、京王線の八丁堀駅と越中島駅を管理する。新幹線乗り換え口。 丸の内地下北口、京葉地下丸の内口、日本橋口の業務は、JR 東日本ステーションサービスに委託している。ホーム乗り場以上のように、高架、地上、地下の、全ホームを合わせて11面22線のホームがあり、JR 東日本の駅では、最多のホーム数である。発車メロディ、発車ベル全ホームで発車メロディ、発車ベルを使用している。 1>, 1から6番線と、総武地下1.4番線では、五冠工房、総武地下2.3番線では、定築、京王地下1の4番線では、東洋メディアリンクス制作のメロディを使用している。JR 東海東海道新幹線は、JR 東日本の新幹線の隣の東側に、あり、その部分は、自社管理区域となっていて、標識のフォーマット。 各種宣伝や広告なども JR 東海のものである。専用改札口は、八重洲改札と JR 東日本の新幹線と並んで設置されている日本橋改札た全部で5箇所がある。丸の内側からは JR 東日本の在来線改札内経由で改札内に入れる。八重洲口を含めた出口、駅舎は JR 東日本の所有のものを 共同使用する形となっている。また一部の改札口には自動改札機が設置されていない。東海道新幹線と JR 東日本の新幹線とを直接つなぐ乗り換え口もあるが JR 他社同士で直通列車がなくシステムが統一されていないため IC カードは利用できない。新幹線中央乗り換え口。 新幹線南乗り換え口ともに窓口業務を含めて新幹線メンテナンス東海に委託している。商業施設はホーム上にほぼ限られているが2006年2月22日の JR 東海社長の定例会見で新幹線改札口を5カ所から6カ所に増やす内装や外装を全面的にリニューアルするなどの旨を明らかにしている。 2012年1月に工事は完了し、2月25日より、八重洲南口改札として開設した。また、同時に、八重洲中央口改札の名称が、八重洲中央北口改札に変更された。エレベーターは、ホームの中央に、客用のエレベーターが1台設置されている。港内北端が、東京メトロ東西線と地下でつながっている。乗り場丸の内側に位置する。 島式ホーム一面二線を有する地下駅である。比較的地下、浅いところにある。八重洲側へは、JR の北側自由通路を通るのが既存の最短ルートであるが、八重洲南口方面へは、同ルートはやや迂回する形の経路となる。1990年12月半ばに、本格的な自動改札機を導入した。 1993年11月には、お茶の水駅から定期券売り場が移転したが、2021年2月11日をもって閉鎖された。2008年春に、ホームの側壁に、女子美術大学の非常勤講師2名によるデザインのアートオール、自由に走る丸の内線が設置された。コンセプトは、歴史と自然とトレンドの融合で、 英団500系電車で使われていた銀色のサインウェーブを下部に再現するとともに自由に飛ぶ鳥を随所に設置した。当駅は東京地域として駅を管理しているが、駅務管区所在駅は当駅ではなく、降楽園駅である。乗り場発車メロディワンが満運転開始に伴い、スイッチ制作の発車メロディーが導入されている。曲は一番線が楽々上降。 二番線が、夢心地である。以下の表は当駅地上ホームの変遷を記したもので、ある。なお、下表に示す以外に工事等により、ホームが一時的に撤去されている場合もある。なお、現在の JR のホーム数合計は14面28線となり、単一の駅としてのホーム数では、日本一である。地下水上昇問題あたり駅はもともと海に近い。 こともあり地下水位が相対的に高く地下水上昇によるホームの浮上問題にさらされている。特に地下総武線ホームは丸の内側ロータリー直下にあり上に建物などの構造物がないという構造上の条件から特に浮上の影響が顕著である。かつての相次ぐ地盤沈下により地下水の汲み上げが条例により禁止されておりこのことも 地下水上昇の理由となっている。地下総部ホームではホームが地下5階なのに対し、地下水は地下3階付近まで達している。1999年9月には、不条防止策として、ホーム階に鉄製重りを置いたり、アンカーを打ち込む工事が行われた。その後2002年7月より、東駅から品川区の立ち合い側まで全長1 2トルに、 及ぶ導水管が付設されている。流出地下水をそのまま下水に流すと、下水道料金が課金されるため、支払い料金を軽減したい JR 東日本と、典型的都市型中小河川で通常は、水量が少なく、悪臭などを発生する、立ち合い側の問題を解決したい、東京都の思惑が一致した。東京駅から立ち合い側上流部までの、 同水管建設費用を JR が負担する代わりに、流出地下水を立ち合い側に放水することで、下水道料金負担がなくなり、結果として、水量の増加と悪臭の発生防止が図れるという仕組みであり、副次的効果として2003年、海で孵化したボラの稚魚の大群が、立ち合い側に現れている。同様に、上野駅新幹線地下ホームの流出地下水が、 上野恩賜公園の忍場随への導水管により放流されている。グランスタ JR 東日本などが主体となって赤レンガ駅舎の復元などを内容とした当駅周辺と駅中の大規模な再開発事業が行われている。この第一弾として2007年3月8日に日本橋口に超高層ビルサピアタワーが竣工した。これと同時に一連の再開発地区が 東京ステーションシティと命名され、キャッチフレーズは、東京駅が街になる、に決まった。同年4月には、丸の内口の行行通り地下に、行行地下通路が整備され、10月25日には、東京駅改札内地下1階に、株式会社鉄道会館が運営する、改札内商業施設、グランスタがオープンした。さらに、同年10月31日には、 八重洲口にある大丸などが入居していた1954年春光の鉄道会館ビルが閉鎖され、11月6日に超高層ツインタワービル、グラン東京が竣工した。グラン東京キウのースタワーに大丸が移転し、グラン東京サウスタワーの地下に飲食店街、グランアージュが整備された。また、八重洲地下街から、グラン東京サウスタワーと、 パシフィックセンチュリープレイスの地下を経由して、京王線地下改札に至る連続した地下連絡通路が整備された。その後、グランスタは2012年6月28日に、丸の内川同年7月に、弁当、惣菜エリア、2019年4月に、スイーツ、雑貨エリアのリニューアルが行われた。さらに、2014年3月19日には、 八重洲北口にあるグラングルメに併設されている飲食店ゾーン北町ほろよい通りが北町ダイニングへと名称を変更した上でリニューアルされた2010年3月28日には駅改札内1階サウスコートにあった改札内商業施設のデラ東京メディアコートの跡地に JR 東日本ステーションリテイリングが運営するエキュート東京がオープンし 同年4月12日には赤レンガ駅舎から皇居まで一直線に続く行行通りが再整備された上で開通した。さらに同年12月4日には駅改札内1階ノースコートにあった改札内商業施設のデラ東京ダイニングコートの跡地に鉄道会館が運営するグランスタダイニングがオープンした。 鉄道会館ビルが解体された後の2012年8月に、グラン東京ノースタワー第2期工事が、竣工。2013年9月20日に、グラン東京の2棟を結ぶペデストリアンデッキ、グランルーフが竣工。同年12月11日に八重洲口駅前広場の、バスターミナルが、竣工。2014年秋に八重洲口駅前広場の、全体工事が竣工した。 八重洲通りの突き当たりに壁になる形で存在していた鉄道会館ビルが解体されたことにより東京湾側から皇居側へ向かう海風が通り抜けやすくなりヒートアイランド現象の改善が期待されている。なお、グランルーフの開業に合わせて八重洲地下1階よりグランルーフへと接続するキラピカ通りも2013年10月1日にリニューアルされ名称も グランルーフフロントへと変更された。丸の内口側においては、2007年から2012年まで赤レンガ駅舎の復元工事が行われた。この復元工事の完了に伴って、赤レンガ駅舎前にガードレールによる仮設の交通広場が設けられたが、2015年冬までに、 丸の内南口前の交通広場の再整備を行い、2017年5月末に丸の内中央口前の丸の内中央広場を完成させ、同年12月7日に丸の内北口前の交通広場を含めた丸の内駅前広場全体の再整備を完了させ、共用を開始した。また、2014年2月までに駅前広場にある横須賀。 総武線地下ホーム用の換気塔を高さ13メートルから4メートルまで切り下げると同時にデザインを変更し、駅前景観を改善させた。さらに、2014年末までに、丸の内地下エリアに地下、南口待合広場を整備した。これと、並行して、グランスタ丸の内の開業及び、グランスタの増床に関する事業が行われ、 2016年7月27日に第1期、2017年4月27日に第2期、同年6月28日に第3期が開業し、同年8月30日にグランドをオープンしたことで、丸の内地下エリアの全体的な再開発を完了させた。この再整備により、丸の内地下エリアの内装デザインが、拡張高く賑わいのあるものへ一新され、 地下中央口から東京メトロ丸の内線につながるコンコースが拡幅され、店舗や飲食店、トイレや改札、コインロッカーが再配置された。また、2012年から丸の内北口と八重洲北口をつなぐ駅構内1階の北通路の拡幅工事と周辺の商業施設の再整備と、その直下の地下1階に開業する新たな商業施設と、 町合広場の再整備と、了解を吹き抜け空間で接続する工事を行っている。2020年8月3日に、町合広場の名称を、スクエアゼロ、商業施設の名称を、グランスタ東京都市、北通路の拡幅及び北地下自由通路に直結する、グランスタ地下北口改札が、共用開始されている。なお、先行して、 2018年1月18日と2月6日にかけて3店舗、2019年7月10日に3店舗が開業している。復元に至る経緯かつての丸の内側の赤レンガ本、駅舎は1945年5月25日のアメリカ軍による空襲により、炎上、内装と屋根を消失した。潜在復興工事によって、 失われたドーム屋根に代わって、木造八角形の屋根が載せられ、内部は3階の窓の開口部は保持されたが、残存したアーチなどのレリーフは新設された、ローマのパンテオン風の衣装によるジュラルミン製のドームによって隠された。終戦後の1947年、開業当初の状態より一回り規模を縮小して修復された。 GHQ の体制下応急処置的に工事が行われ、屋根の小屋組については福音してきた海軍の技師が5年、持てば良いということで、薄い木材のトラス作りで応急的に工事をしたという。一方、実際に工事に当たった関係者は、あくまで国鉄内部の技術者が修理したのであって、旧海軍の技術者が関わったという説は、何の根拠もないと主張している。 この復旧された駅舎は、応急復旧のままで60年余りが過ぎることになった。旧日本国有鉄道は、戦後たびたび赤レンガ駅舎の建て替え構想を出しては、延期しており、1987年4月1日の分割民営化の時には、当駅全体の土地の3、分割を伴った再開発構想が提案され、赤レンガ駅舎の建て替え構想化か保全をするかが、 本格的に課題となった。これに対して赤レンガの東京駅を愛する市民の会などによる赤レンガ駅舎保存の市民運動が起こった。1988年政府は学識者の委員会による東京駅周辺地区再開発構想を取りまとめ赤レンガ駅舎の現在地での携帯保全の方針を決定し JR 東日本などの検討により1999年本来の形態に復元することとなった。また、2003年4月18日には国指定の重要文化財に指定された。復元工事復元工事に先立って2006年3月17日から31日に丸の内駅車内で東京駅ルネッサンスが開催され、2007年5月30日より鹿島、 清水、鉄建建設共同企業体が担当となって、駅舎を本来の姿に近い形態に復元する工事が開始された。この工事では、鉄骨鉄筋コンクリート壁で区体を増築して、建築当初の3階建てに戻した上で、外壁、戦闘、南北両ドームの内外の衣装も再現し、新たに地下1.2階を増築し免震装置を設置した。免震装置には、 地上部分と地下部分との間に免震ゴムとオイルダンパーを設置した。3階の外壁は創建当初と同じ仕様の厚さ 15mm の化粧レンガを張った外壁に復元した。戦後の修復で2階に移されていたヨニ屋敷、中東も当初の3階に移設し、支柱の形状も創建時のものに戻した。失われていた。 花崗岩の柱頭飾り、銅の降覧は、モックアップを用いて、ディテールや、思考方法を検証し、創建当時の異常に復元した。2階以下は既存の構造レンガと同じ厚さ 15mm と 45mm の化粧レンガを張った。線路側は、コンコース側の壁を撤去し、トップライトから取り入れる、自然光で復元された丸の内駅舎を見ることが、できるようにした。 ドーム内部の保存と復元の基本方針は部位によって異なり3階以上の壁面と天井面は絵とや2メートルを超える大きさの和紙の彫刻やレリーフが存在した創建時の衣装を忠実に再現し1階と2階は3階以上の部分と調和を図りながらも機能性に優れた新しいデザインとした3階張り出し部を支えていた装飾付きの鉄骨支柱は RC で補強され、円柱に変わったために、全体としては、機能的な装飾のない衣装となった。ドームに施されたレリーフは、南北のドームで全く同じである。工事による一時解体に伴い、それまで使用していた、小勝石の屋根材6万5千枚は、産地でもある、宮城県石巻市小勝町の業者に送られて、選別、清掃。 補修した上で倉庫に保管されていたが、東日本大震災で発生した津波で塩害を、被った。このため、使用可能と判断された4万5千枚のみが、復元駅舎でも、再利用され、不足した2万枚は、スペイン産のスレートで補われた。なお、工事全体では、約45万7千枚のスレートが、 必要とされていたため、再利用分を除いた残りのうち1万5千枚は、石巻市の業者が製作したものを使用し、残りは、スペイン産で補う計画であったが、この業者の工場も津波によって壊滅し、出荷前の天然石スレートも津波に流された。震災後、流されたスレートは回収、洗浄、検品され、使用可能な7千枚が東京に送られた。 ドーム部分の屋根は建設当時の銅板武器に戻され 0.4mm の銅板が合計1トン使用された。時計下の外壁レリーフは 2m 四方の銅板3枚を使って叩き出されたものを使用した。線路側の中央部の屋根はガラス化して屋根裏をホテルのゲストラウンジにした。外観はどうなっていたかはわかるにしても裏側がどうなっていたかが なかなかわからなかったが、幸いにも写真が見つかり、細部はコンピューター処理で解析をした。復元に際しては屋根裏に残されていたものを一部再利用している。外壁の加工岩は、中央部を車寄せ回りと一回腰石が北木山花工岩で、その他はすべて稲田山花工岩である。保存、復元工事に際しては、広場側復元部には稲田山花工岩。 線路側は中国産加工岩をそれぞれ使用したが、国内では職人の数も減り、丸の内駅舎のすべての加工岩を加工することは難しいことから中国での加工とした。稲田産加工岩は日本で切り出し、中国へ運び、中国で加工の上、日本へ戻し、丸の内駅舎へ取り付けた。タイルレンガの目地には、福林目地が施行されているが、すでに失われた。 試行方法となっており、職人が3ヶ月間の試行錯誤で技術と道具を復活させて再現している。窓枠にはすべて三強立山製のサッシが採用された。新しい窓枠はアルミニウムにフッ素樹脂塗装されたものであるが、大正時代には木製建具が主流であったことから、 過去の文献の調査だけでなくたつの金吾が設計した岩手銀行中の橋支店を視察するなど試行錯誤の末色合いを木の風合いにできる限り近づけた東京駅専用ビル用冊子を新たに開発したまた窓の装飾に使われるアルミ製い物も,のも三橋立さんが手がけた2012年6月10日に 復元された駅舎の一部が再開業し、同年10月1日に全面再開業した。また、復元工事に伴って2006年4月から営業を休止していた駅舎内の東京ステーションギャラリーも全面再開業と同日に拡大再開業し、翌々日の3日には東京ステーションホテルも規模を拡大して再開業した。 地下には新規にレストランが開業した。さらに丸の内駅舎の復元工事に合わせて改札内1階に商業施設セントラルストリートを開業する工事が行われた。同年8月9日に2店舗が先行開業し、同年10月1日にグランドをオープンした。復元工事費用は JR 東日本などが空中券の売買を行って捻出した。 当駅では多数の駅弁が販売されている。主な駅弁は下記の通り。このほか JR 東日本クロスステーションが運営する売店、駅弁や踊り、駅弁や祭りでは、JR 東日本管内の主な駅弁も当駅で購入できる。また、JR 東海管轄の八重洲口や、東海道新幹線ホームでは、JR 東海パッセンジャーズの駅弁売店があり、 同社独自の駅弁が販売されている。それぞれの会社の利用状況は、下記の通り。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通りである。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通りである。丸の内や大手町など東駅周辺は、日本最大のビジネス街、中心業務地区を形成している。日本屈指の大企業や主要新聞社の本社。 メガバンクの本店などが集積している。昼間はサラリーマンで、人通りが多いが、夜間は少ないため、昼夜間人口比率が非常に高い。東京ステーションシティなどの駅中商業施設は、充実しているが、基本的にオフィス街なので、新宿や渋谷、池袋、銀座などの大規模繁華街に比べると、商業施設やアパレル店、飲食店などは少ない。東京駅には、 地下鉄は、丸の内線一路線のみであるが、地下鉄後路線が乗り入れる大手町駅も資金であり、利便性が高い。JR の駅を中心とする以下の地下鉄各駅は、おおむね半径 1km 程度範囲以内にあるので、状況によっては、徒歩での移動の方が早く到達する場合もある。日本橋や銀座、有楽町などの町も徒歩圏内にある。八重洲口を中心に、 複数の高速バスターミナルが点在しており、東京では新宿駅のバスタ新宿に次ぐ高速バスの拠点地域となっている。東京駅改札街の地下街は大手町や銀座などにつながっており、地上に出ず行き来できる。日経無税市によると総延長は約 20km で1000件を超える店舗があり、年間売上高は総計1000億円規模と推計されている。 行行通り沿いに立ち並ぶ高層ビル群東京駅の表玄関である。駅西側の丸の内地区には、丸の内北口、丸の内中央口、丸の内南口がある。これらに面して、歩行者エリアや植栽などの景観を整備する、丸の内駅前広場建設を、JR 東日本と東京都が2014年から進めており、2017年12月7日に、 全面供用を開始された。丸の内側は日本を代表する歴史的なビジネス街である。三菱財閥が丸の内を開発してきた歴史を持ち、現在でも主要な三菱グループ企業の本社ビルが多数立地している。2000年代には丸の内ビルディング、新丸の内ビルディングなどの複合商業施設のオープンが相次ぎ観光スポットともなっている。 駅南口に向き合う東京中央郵便局は日本を代表する郵便局。再開発で一時移転しており、元の敷地に建てられた JP タワー低送会に旧郵便局の外観を再現する形で再開している。鉄道郵便輸送が日本の郵便を支えていた時代には当駅と同局の間に建設された地下通路を使って 多くの郵便物が輸送された。この扱いは1978年に終了したが、その後も駅構内部分の地下通路は車椅子利用者などのために利用されている。かつては日本国有鉄道本社ビルもあり、全国に鉄道網を張り巡らせた国鉄のシンボルとなっていた。国鉄分割民営化に伴う長期債務返済のために売却された後、 交通公社ビルジング等の敷地と合わせて一体的に整備され、オフィスビル及び複合商業施設の丸の内オアゾが開業している。丸の内中央口から皇居に向かって行行通りと行行地下通路が伸びていて、丸の内中央口からも皇居が見える。クリスマスから元日までのシーズンには、東京ミレナリー用のイルミネーションが、有楽町駅方面まで点灯されていたが、 丸の内口工事のため2005年末の点灯をもって終了し、現在はこれに類似したイベント、東京道テラスが開催されている。また、クリスマスシーズンには、丸の内中通りでは、大手町から有楽町方面にかけて、シャンパンゴールドのライトアップが開催される。京葉地下丸の内口から JR 有楽町駅、千代田線二重橋前駅。 有楽町線有楽町駅、都営三田線、日比谷線日比谷駅は、比較的近接しており、大手町から丸の内を経て、有楽町に至る一帯は、大丸有と総称されることもある。八重洲口周辺総合商社など主要企業がの木を、連ねる京橋、日本橋の玄関口で、外堀通りに面する八重洲口から一直線に伸びる。 ヤエス通りは1964年のオリンピックを起とする建設ラッシュにより有数のオフィス街が形成されている。東京駅東側に隣接するエリアの住所は千代田区丸の内であるが、一般的に東京駅ヤエス口、日本橋口に隣接するエリア全体をヤエスと呼ぶことが多い。2007年11月の大丸東京店の全面リニューアル。 2008年3月の東京キャラクターストリート開業などにより商業スポットとしても注目されるようになった。駅に隣接して東京キャラクターストリートや東京ラーメンストリートなどの区画を有する東京駅一番街、キッチンストリートなどの区画を有するグラングルメ、大丸東京店などの駅中、または駅直結の商業施設がある。その外側に グラン東京の二棟のタワーの間にペデストリアンデッキや商業施設などの機能を持つグランルーフと駅前広場がある。八重洲口エリアは地下街が発達しており駅に隣接する商業施設の地下部分から外堀通り八重洲通りの地下に八重洲地下街が広がっている。八重洲口には南口の駅前広場内に併設された。 JR バスのハイウェイバス乗り場をはじめとして、周辺に複数の高速バスの発着拠点が存在する。JR の駅の北側にあり、丸の内中央ビルの1階部分がゲートになっている。永代通りに面している。正面ロータリーは長距離路線バスの降車場となっており、その先、永代通りの地下は東京メトロ東西線の大手町駅となっている。 日本橋口には、東京ステーションシティの開発第一弾として、サピアタワーが2007年3月8日に竣工した。駅の南側、丹野橋通りの道路両側にあり、京王線が近く、JR 有楽町駅から専用の案内所で乗り換えも可能。蒸気機関車の時代から、当駅の駅長は、毎朝9時に発車する特急列車を見送る慣例があった。 東海道新幹線の開業後は同じく9時発の光を見送っていたが、国鉄分割ミニエーカー後は、在来線、東北、上越、北陸新幹線が JR 東日本、東海道新幹線が JR 東海の管轄となったため、JR 東日本の駅長は、在来線の踊り子の発車を見送っている。2018年9月時点、 JR 東日本の東京駅長は、常務執行役員である。以前は、取締役であり、現場職としては、唯一の取締役であった。東京駅長といえば、国鉄時代には、現場の最高職と言われ、駅員や運転士、機関士たちの憧れの地位だった。民営化され、JR となり、当駅は、JR 東日本と、 JR 東海の二人の駅長が置かれることになった。前者に関しては、現場の最高職という監修が残っており、後者も監修は関係ないが、2008年7月時点の駅長は執行役員であった。2018年時点では、JR 東海の東京駅長は役員ではない。注釈出展報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。